飯田市保健課の北原です。今回は生後5、6ヶ月の離乳食の進め方をご紹介します。離乳食は離乳初期と呼ばれる生後5、6ヶ月から始めます。口を動かすようになったり、よだれが多くなったり、親の食べているところをじーっと見るようになるなど、食べたそうな仕草が見られたら離乳食を始めるサインです。最初は1日1回の食事です。一番最初は赤ちゃんの体に負担の少ないつぶしがゆ1さじから始めます。食後は赤ちゃんが欲しがるだけ母乳やミルクを飲ませましょう。こちらが初期の食事です。ご飯は10倍がゆでヨーグルトくらい滑らかにすりつぶしたものを与えます。まずはおかゆから始め、野菜、豆腐、白身魚、卵黄の順に進めていきましょう。味付けはせず、そのままの味で大丈夫です。なお、蜂蜜と黒砂糖は乳児ボツリヌス症の原因となるので、1歳を過ぎるまでは与えないでください。また生ものや生水も与えないようにしましょう。赤ちゃんにとって母乳やミルク以外の食べ物はどれも初めてです。経験を重ね、その舌触りや味に慣れていくことが大切です。飯田市では毎月離乳食講座を開いています。離乳食にお悩みがある方はぜひご参加ください。また電話での相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。